ちょいと気が乗らないね。行ってらっしゃい。飛ばさせていただきます。ジャスミン、いざ聖火の宴に舞い散る。任務開始。ユーミン、一人で特訓かい？なんなら私が付き合ってやろうか。ジャスミンさん、ぜひお願いしたいです。ん？待てよ。何でしょう。ユーミン、あんた黒影の本当の孫なの？血のつながった孫ですよ。やっぱりね。あんたを見ていたら黒影の若い頃を思い出しちまったよ。おじい様の若い頃ですか？どんな方だったのでしょう。とても興味あります。聞かないでくれ。ついでに半蔵の若い頃も思い出しちまうからさ。ぜひ教えてください。お願いします。ああ仕方ないね。なめてもらっちゃ困るよ。受けてみな。スイス。ユミ、新婚の夢に沈みます。大昔のことだ。私半蔵、黒影は同じ忍び学校に在籍していてね。そしたら決着。まあ若い頃ってのは誰でもそんなもんさ。よし、こんなもんかな。聖火で安心したよ。私に任せてもらうよ。いってらっしゃい。ダメです。この魚は刺身で食べます。いや、今日は焼き魚の気分だ。何の言い合いだ。ジャスミン、まもなく実は今は超巨大魚を食べるんですが、その調理方法で揉めてしまいました。まあ喧嘩もいいさ。忍び学生だった頃、半蔵と黒影も私をめぐってよく喧嘩をしていたからね。はあ、何度喧嘩両成敗で二人とも痛めつけてやったか。なんかホムラ、舞い順次よ。ユン、舞い順次。喧嘩両成敗で私がぶん殴ると、半蔵も黒影も決着。ゴーリマールドゥンガ。そんな、畜生。最後にもやしを。本当に懐かしい話だね。よし、こんなもんかな。聖火で安心したよ。いい感じじゃないか。それじゃ行ってくるよ。行ってらっしゃい。足りないね。ジャスミンさん、何だ、
どうかしたのかい？深刻な顔をして。さっき本村と話していたら、あいつ蛇女の悪口ばかり言い出して。まあ本村にしてみればいろいろ言い分があるじゃろうしね。それはわかりますか。あいつだって一度は蛇女の選抜チームでトップを張った身なのに。トップを張った。忍び学校を卒業した頃から伝説の忍びと呼ばれ始めたね。圧倒的です。ゴーリマールドゥンガ。こんなところで終わるわけには。それで結局私だけがカグラになったんです。こんなもんかな。そうかで安心したよ。うん、いい感じじゃないか。日々これ精進さね。いってらっしゃい。ジャスミンさん。おや、三姉妹揃ってどうしたんだい。ジャスミンさんと半蔵さんの馴れ初めを聞きたいです。どうしてそんなことを聞くんだい。妹たちに恋愛のイロハを教えてあげたいんです。たく、忍びに恋愛なんて必要ないだろ。曜日もそう思う。恋愛なんて教わるものでもないと思うし。ミョウガちゃんは知りたい。恋愛って何？痛いこと？絶対違うと思う。いや、違ってはないよ。私たちの恋愛は痛みから始まったしね。飛ばしてやるよ。じゃあこいつは痛いぜ。こいつは痛いぜ。こんなんでおしまいかい。こんなんじゃ足りないね。舐めてもらっちゃ困るよ。みなぎってきたね。200レンズ、300レンズ、400レンズ、受けてみろ。こいつはどうだい。いただくよ。こいつはどうだい。いただくよ。
よ。こいつはどうだい。いただくよ。させないよ。私はいろいろあって、カグラの称号を捨てた。え？捨てちゃったの？忍びの最高称号を。なんでなんで？ありえない。え？それは秘密じゃ。ただ、その時、親身になって話を聞いてくれたのが、半蔵だったのさ。あのエロじいさんにそんな一面があったの？よこされちゃった、まあ、意外だろう。でも彼の優しさが私の心の痛みを和らげてくれてね。わかりました。そこでお礼にキスをしたんじゃないですか？お礼？お礼はビンタだって。これを二度も味わうなんて、ね、それが私からの精一杯の愛情表現だったんだよ。よし、こんなもんかな。この効果で安心したよ。ジャスミン、押してまいるよ。いってらっしゃい。ジャスミン、いざ聖火の宴に舞い散る。いいかし。あ、ばっちゃん。おやおや、アスカかい。ん、なんか元気がないね。少し寂しくてね。あ、もしかしてじっちゃんと離れ離れになって寂しくなっちゃってるの？そんなことあるかい。ばっちゃんかわいい。年寄りをからかうもんじゃないわい。それとこの姿の時はジャスミンと呼び、飛ばしてやるよ。はっ、は、飛ばしてやるよ。400連戦突破。はっ、こいつは痛いぜ。私もまだまだ現役だよ。裏切ってきたね。元の世界に戻ったらじっちゃんに行ってみようっと。
それだけは許さない。いいじゃん。決着。じっちゃん、私。まったく、無限の隙もあったもんじゃないね。よし。こんなもんかな。だったら私が直してやるよ。だったら、私が直してやるよ。セクハラ癖を一生かけて直してやる。だから、夫婦になるよ。半蔵。